入るうん面白そうだしねうんねえゲームしようゲームうんこの犬の値段当てゲームリ,ンリ,ーリ,ンリリンディ、リンディ。この犬何円でしょうかリンディ、この子リディいなかったんだ知らなかった最初に言うといてほしかったなはじめまして私凛々リリないんですけどいいですかって言うといてほしかった誤差1万円以上だったら罰ゲーム誰か凛リ々リ分けてくださいこの子に凛リ々リ分けてあげてください見てられませんほらほら早く答えて いらっしゃいませ。何かお探しいですか店員さんが来た。助かった。店員さん今ね、この犬の値段当てゲームしてるんですよリンリー。店員さんの前でも、リンリー。持ち合わせておいておくれよ、リンリー。偽りのリンリーでいいからさ。せめて外面のリンリー、持ち合わせておいておくれよ。楽しそうですね。僕もよそのペットショップでそれよくしますよ。こいつもないんかい、リンリー。ペットショップで働きながら、リンリーを持ち合わせてないんかい。そんな人間が働いていいのじゃあ、一緒にやりましょう。この犬何円でしょ いやいや、ここの店員だから俺知ってますよ。正解しちゃうでしょ。あそっか。<laughs> <laughs> すぐ仲良くなれそう。倫理ないもん同士、すぐ仲良くなれそう。もしかしてお二人はカップルですかそうですよ。そうなんですね。お姉さん、天然でなんか可愛いですね。この後僕と二人でご飯行きません倫理。彼氏の目の前で、倫理。彼氏かどうか確認した上での倫リ理リ。行きます、倫理リ。リン倫リ理リリ。一緒に焼き鳥行きませんうちの店の鳥コーナー見てたら、焼き鳥食べたくなっちゃって。はいはい、倫理。はいリンリー、倫理。 もう分かったよ。お前にリンリーがみじんもないことは。私もトリコーナー見てお腹すかせてから行きたい。そっちの方が絶対食欲湧くはいはい、リンリー、リンリー。分かってます。まあ、逆に良かったかもしれない。今の段階でこいつにリンリーがないことに気づけて逆に良かったかも。絶対結婚できひんもん。こいつと結婚するには俺にはリンリーがありすぎる。じゃあこのゲーム終わらして店員さんと浮気してくるね。では答えをどうぞ。31万1000円。正解正解じーこここ。じゃあね、ここ,こじゃあね、ここ、チャネルここ、ついに完成したぞ。 我々の命令通りに動く殺戮兵器006起動してみましょうあころえなんだまだ起動してないぞブチみんな殺す暴走したみんな逃げろうん<ー>えに何何これえ科学者の一人が暴走した実験体を押さえつけてるそれでえこれどういう状態暴走した殺戮兵器よりメガネ白衣の科学者の方が力が強いってことそんなことあるうん。うん殺,殺される殺される言うてる 暴走した実験体が身の危険を感じてる生まれてすぐにかわいそうこういう暴走系って殺すとかしか言わないのにただのメガネ白衣の研究員に殺されそうになってもうてるかわいそうは話して話さない話せ命令するな殺すぞ<ー>これが恐怖恐怖を覚えさせられてるただの研究員に殺戮兵器が恐怖を覚えさせられてるこいつは何の感情も持たない殺戮兵器のはずなのに生まれてすぐに恐怖を覚えた嫌だ俺暴走した殺戮兵器主人公に倒されたい お前、絶対主人公違う。暴走した殺戮兵器が絶対言わんこと言うてる。確かに暴走する系で、研究員に倒されるのは見たことないもんな。ただの研究員にやられたらたまらんわな。かわいそうに、こうなったら、自爆するしかない。まずい、最終手段だ。もう、殺戮兵器がなすすべなくて、最後の自爆を選んだ。研究員相手に、全員、殺。ガン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 。容赦なく殴ってる。自爆を宣言した暴走兵器を、何のためらいもなくグーでボコボコにしてる。この研究員狂ってる。プシ。 壊れました壊しちゃった殺戮兵器を壊しちゃったグーパンチで壊しちゃったすいませんでは次の兵器0 0 7の製作に取り掛か,かりましょうあなたがいれば兵器はもういらないです僕の大切な兵器この資料の3ページ目なんですが前回の会議の時に指摘した部分の修正がされてないんですよね今日の会議に間に合わなかった感じですか家電量販店なんですけどうち家電量販店なんですけどこいつ会社の会議家電量販店のパソコンから参加してるんですけど大問題なんですけど前回も言いましたよね僕 ちゃんとしましょうあなたが、あなたがちゃんとしましょう前回の会議から時間があったのに、なぜ修正しなかったんですかあなたも、あなたもなぜパソコンを用意してないんですかえ大丈夫ですかこれ。私画面に見切れてますけど、見切れてるっていうか、がっつり映っちゃってますけど、二人で一緒に会議参加してるみたいになってますけど、確かに小さなミスかもしれませんが、ミスはミスです。あなたのは大きなミスです。大きなミスをしてる奴が、小さなミスを指摘しないでください。一番新人の僕が言うのもなんですが、一番新人の僕でした。こいつやばすぎませんか 新人でこれですよ。ズボン履いてないし、リモート会議あるあるをあなたがしないでください。家電量販店から会議に参加するという、リモート会議内々を既にしてるんだから。この店のせいで会議が進まないんですからね。そうですよね、店長さん。え、あ、はい、参加させられた。知らん会社の知らん会議に参加させられた。ごめんなさい、ごめんなさいじゃないですよ。次の会議には修正するから。前回もそう言ってましたよね。次は絶対修正する。そういう問題では、まあまあいいじゃないですか。修正するって言ってるんだし、とりあえず今日の会議の本題に入ろうよ。なんか仕切ってもうた。 知らん会社の知らん会議仕切ってもうた。前回どこまで行ったっけこの資料の3ページです。うん。この3ページのテレビ CM と WebCM の重要性ということだけども、今テレビ CM に起用しているモデルのギャラが、すごい資料やん。絶対第三者に漏れてはいけない資料。こいつ家電量販店で漏らしとる。ちょっと高すぎるから CM 打ち切りましょう。はい。打ち切ってもうた。家電量販店の店長が CM 打ち切ってもうた。代わりに僕が出ます。はい。CM 出演決まってもうた。家電量販店の店長が CM に起用されてもうた。すいませんお客様。 店のパソコンで会議しないでください。お前もやっとったんかい。画面の向こうのお前も、リモート会議、家電量販店で参加してたんかい。広いな、大きいな、楽しいな。先生、いつもエミちゃんがお世話になっております。ちょ、パパ、やめて。先生に挨拶とかしないで。なんだよ、エミちゃん。別にいいじゃないか。いや、キモいよ。まず、パパが授業参観に来てる時点でキモいから。別にキモくないですよね、先生。ええ、もちろん、キモくなんかないですよ。授業参観に来るお父さん、結構いますよ。 あとさん、んお父さんにキモいとか言っちゃダメだよ。いいお父さんじゃないか。いいお父さんじゃないし本当にキモいからエミちゃん、あんまりキモいキモい言ってると、夜ご飯お寿司連れてってあげないよ。えお寿司は食べたい。そうだろあと、前に言ってたブランドのバッグも欲しいだろ。欲しいあ、買ってあげるね。やったじゃあこれからも授業参観に来てもいいな。うーん。授業参観に来るのはやっぱ嫌だよ。えー、いいじゃんか。いつもの倍の料金あげるから。パパ活かこれ、パパ活か会話の内容的にこのおっさん、パパ活のパパなのか寿司とかプレゼントとか 最後、倍の料金あげるって言ってたよな。お小遣いいいならわかるけど、料金って言ってたもんな。え、パパ活な。いや、そんなわけないか。パパ活のパパが授業参観に来るわけないか。授業参観には来ないで欲しいよ。別にいいんじゃないか、それぐらい。ダメだよ。お父さんとお母さんに見られたらどうすんのパパ活だ。これパパ活だ。このおっさん、パパ活だったんだ。え、パパ活のパパが参観に来たんパパすぎひん一緒にご飯でデート気分くらいがパパ活じゃないん 3巻見に来るのって、それはもう本物のパパやん。パパが授業参冠に来るのは、やっぱりキモいと思う。キモいなキモいよなさっきはごめんなキモくないとか否定して。加藤さん、君は正しい。このおっさんは、ちゃんとキモいぞ。しっかりとキモいぞ。いや、先生もさっき言ってたじゃないか。もちろんキモくないですって。キモいんです。キモいんです。あなたはキモいんです。自覚してください。女子高生とパパ活だけでも、十分まともじゃないのに。3巻に来るのはもっとまともじゃないんです。 それに言ってましたよね先生授業参観にお父さんは結構来るって来ないんですパパ活のパパは来ないんです普通のお父さんなら来ますよでもあなたのような人は来ちゃダメな場所だ帰りなさいじゃあパパは業参観来てもいいよ待ってダメだよ先生加藤さんパパ活してるねいやパパ活っていうか別にこの人と一緒にご飯行ってお金もらったりするだけだもんそれがパパ活だ別にみんなやってるよみんなやってるからってダメなんだパパ活はね怖い目に遭う人もいるんだよえ薬を飲まされたり部屋に連れ込んで監禁されたり怖いことだってあるんだでもそ 一部の人でしょ一部の人でもそういう事例があるんだ。でもこの人は、ちゃんとした人だよちゃんとした人のわけあるか女子高生とパパ活する人が、ちゃんとした人のわけがないだろうん、加藤さん、もし君に何かあったら、お父さんもお母さんも悲しむし、僕だって悲しいよ。先生。やめなさい、パパ活は。わかった、やめます。おぉ、次のパパ活相手探そう。今日のおアニメ、今日のおアニメ、教育的だった。 遺産の話なんだけど。今日はやめとこう。そんな話する日じゃない。わかってるわよ、よくないって。でもこんな日でもないと、みんな忙しくて集まれないでしょでもこんな日にする話じゃないって。私、遺産の半分はもらうから。半分おかしいだろ、そんなの。お父さんの面倒見てたのは、ほとんど私じゃないの。兄さん、姉さん、こんな日に喧嘩はやめよう。じゃあ、ケントはどう思うのよ。俺は、みんなで同じ額分ければいいと思うよ。ふざけないで。あんたは漫画家になるなんて言って、仕送りももらって、ずっと自由にやってきたじゃない。それと遺産は関係ないだろ。やめろ、二人とも。喧嘩するな。兄さんはどう思ってんの 俺は、親父の意思が一番大事だと思ってる。みんなで分けて欲しいと思ってるならそうするし、母さんに全部渡したいならそれでいい。そんなの、私は多くもらわないと納得いかないわ。親父の金だろ。揉めないでよ、兄さん、姉さん。ひろき。どうせ遺産のことで揉めてるんだろああ、悪いな、こんな日に。ここに、親父の遺書がある。親父の遺書。遺書に遺産のことも書いてある。ああ、そうか。さとみ何が書いてあっても、親父の意思に従え。兄弟の中で、私が一番お父さんのお世話したのよ。親父もそれを分かっているなら、里美に多く渡すように遺書に書いてあるんじゃないか分かったわ。みんなもいいな。 親父の意思を尊重して全て遺書に従うこと待ってよ兄さんなんだひろきお前は金のことで兄弟で揉めたいのかいやそうじゃなくて親父は金のことで揉める俺たちを見たくないはずだろそうなんだけどひろき頼む長男としての最初で最後のお願いだ親父に何もできなかった俺の償いでもあるが親父の遺書に従ってくれ分かったよじゃあ読んでくれ分かった家族のみんなへ今までありがとうも子君と結婚できてよかったようた長男としてこれからもみんなを支えて頑張ってくれとみずっとお世話してくれて本当にありがとう迷惑かけたなケン お前の進む道に何度も反対したが、強くて優しいお前を父さんは誇りを持っている。ひろき、末っ子だが一番しっかりしてるお前がみんなを助けてやってくれ。父さんの願いはただ二つ。家族みんな仲良く、すべてを分け合い、助け合って生きてほしい。いいことも悪いことも全部。親父。そして二つ目のお願いだが、遺産のことだ。わしの遺産二千万は、二千万は全部。全部わしの推しにスパチャしてくれ。わしの推しの YouTuber、キューティーちゃんに遺産の全部をスパチャしてくれ。スパチャスパチャえ、どういうことだよ、推しにスパチャって。 わしは入院中、ずっと YouTube 見ててな。キュティちゃんに続ッなんじゃ。キュティちゃんキュティちゃんに2000万円全部スパチャしてくれ。おい、なんじゃこの衣装。どうなっとんねん、バネの親父。ほんまに親父の衣装かスパチャ以外に扱うなよ。スパチャーまあ、長男の口座ならこう言ってることだろう。親父の意思を尊重し、衣装の内容に従おうと。言うてもうたわ。こんなことになると思ってなくて、言うてもうたわ。長男としての最初で最後の願いだ、言うてもうたわ。恥ずかしい願い兄弟4人とキュティちゃんみんなで仲良くすること。おい、なんでやねん、ボケおまだ見ぬキュティちゃんとなぜ仲良くしないといけない。キュティちゃんへ。お キューティちゃんへのメッセージ、衣装書に残すな。画面の中の君はとっても明るくて、わしはいつも元気をもらってた。夢を追いかけている君を、誰よりも応援している。君のそのまっすぐな姿が、みんなに元気を。生きる勇気を与えてくれる。君の優しさが、みんなに愛を与えてくれる。そして、長キューティちゃんへのメッセージ一番長そしてこう家族の誰よりもこう何何が起きてる今キューティちゃんのナイスパナゲキスわしはメロメロじゃキツー親父の衣装キツーややって親父の衣装の感想キツいわ。泣きそうやって 親父のきつさに泣きそうやってちゃんと悲しみで泣かせてくれよきつさで泣かせに来るなキュティーちゃん1回でいいからキュテーちゃんとラブラブデートしたかったよほんまに親父の遺書かキモータ妄想日記間違えて読んでないやめてくれよ親父の葬式にキモータ妄想日記読むのとにかくわしの遺産のスパチャ頼んだぞスパチャいいときかいいと取りこさないようにーえー取れてるかなえーっとまずはじめにこのビデオを見る頃にはもう私はこの世にいないだろう見られてる このビデオを見る頃にはもう私はこの世にいないだろうまだこの世にいるのに見られてるなんでなんで勝手に見てんのお父さんもうこの世にいないのいるまだこの世にいるっていうか隣の部屋にいるドア1枚隔てて隙間から覗いてるお父さん病気だったのいえ知らないわ私がこのビデオを撮ることになったのは海外ドラマでこういうのやってて真似したくなったからだ恥ずかしい理由がすごく恥ずかしいこの後どうしようみんなとどう接しよう今まで培ってきた威厳とか全部なくなってまうよな こんなことしてモテるんだもん。今宇宙から来た謎の生命体に地球が危なくなってるのはみんなわかってるな。お父さんはそれを一人で倒しに行く。鳥肌立ってきた自分の父親がこんなことしてると想像したら鳥肌立ってきた。普段からおちゃらけた父親ならまだしも、ずっと真面目だった父親がこれは怖すぎるって、ある種のホラー映像だ。なんで目隠しするのママ、私も見たいよ。それでいい。孫にこんな祖父の姿を見せるのは教育に悪すぎる。今目隠しをしなければ将来絶対にグレる。素晴らしい判断だ、我が娘よ。 なぜ私が宇宙生命体と戦わなければならなくなったか。それは私が悪魔の血を出している悪魔人間。ピッさあ、ご飯の支度しなくちゃ。素晴らしい判断だわが妻よ。このビデオをこれ以上見たら、私は本当にこの世にいなくなっちゃう。私はもうこの世にいないだろうではなく、この世にいれないだろうになっちゃう。よくぞ消してくれたわが妻よ。あ、お父さん。あ、えー、宇宙生命体を倒せましたあ、倒せたよ。結んで開いて。織田、はじめ。あなたは本校において、 三年間の過程を終え、その学びをものにせず、現状にあぐらを書き、弁学から目を背け続けた末に、留年したことをここに称する。え、何何を称された僕今、何を称されたなんかよくわからんかったんやけども。あ,あの、ちょっとよくわからなくて、もう一回言ってもらってもいいですか織田はじめ。 あなたは本校において、三年間の過程を終え、その学びをものにせず、現状にあぐらを書き、勉学から目を背け続けたすでに、留年したことをここに称する。えらいこと言われてた。よくよく聞いたら、えらいこと言われてた。学びをものにせず、現状にあぐらを書き、言われてた。みんなの前で。こんな大勢に見られてる中、留年言い渡されてもうた。え、留年僕、留年するんですかうん、そうだよ。君だけ胸につけるお花もらってないでしょ。もろってない。僕だけお花、もろってない。 先生がみんなに配ってる時に、僕もくださいって言ったら、小田はいいから、席に座ってなさいって、あしらわれた。留年やからくれへんかったんや。でもわざわざ卒業式で言わなくてもいいじゃないですか。もっと前に言ってくださいよ。ごめんね。ちょっとこっちのミスでね。昨日発覚したの。君が本当は留年してたこと。昨日だったら昨日電話で言ってくださいよ。電話しようって案も出たけどね。私思ったの。卒業式で留年を発表したら、見せしめになるじゃんって。留年したらこうなるぞって。見せしめにできるじゃんって。はい、大問題校長。こいつ大問題校長やったんかい。 あんま接したことないからわからんかったけど、大問題校長やったんかい。留年少女の続き読んでいいかな留年少女いや、読まないでください。もうやめてください。続きに留年の理由とか書かれてるから、読まして。そうなんですか小田はじめ。お前は、本校に入学して、一度も勉強しませんでしたね。はい。ほぼ毎日遅刻してましたね。はい。先生を殴ったこともありますね。女子トイレにカメラを仕掛けたこともありますね。そりゃ留年するわ。よくよく思い返してみたら、こんなやつそりゃ留年するわ。俺、偉いことしてもうてるやん。 勉強とか何もせんと、偉いことだけしてもうてるやん。うーん。まあでも学校楽しかったし、もう一年楽しめるからラッキー。留年おめでとう。ありがとうございますごめん、財布の中1000円しかない。え来月の給料日返すから貸してくれない来月じゃなくて、この後すぐ ATM で下ろしてよ。ごめん、今金欠で ATM にもお金入ってないんだ。え、じゃあ貸すしかないやん。ごめん、絶対返すから。絶対返すよ。ごめんな、お配計1万3000円だから、1万2000円ある ああ、はい。一万五千円。ほんとごめんな。一万五千円で。二千円のお返しです。なんか募金されたんですけど。僕のお釣り、募金されたんですけど。信じがたいんですけど。でも、確かだよね。募金箱に俺の元へ帰ってくるはずだった千円札二枚入ってるもん。どういうつもりなのでしょうか。じゃあ、行こっか。あ、待って。気は確か。うん、行こっか。行かないよ。この事件を解決するまでは。事件人のお釣り、勝手に募金事件。え なぜ募金した募金したら、世界のどこかで苦しんでる子供たちを一人でも助けられるかもしれないから。あ、募金の仕組みの話じゃなくって、なぜ君は僕のお釣りを募金した君、募金反対派だったそんな風に言わないで。僕がとんでもないクズ人間みたいじゃん。君がもし募金反対派だったら、手が出るけど。おっと、勝手に募金された上に殴られるの殴らないけど、髪の毛引っ張ったり引っかいたりする。おっと、卑怯な戦闘スタイル。喧嘩したことないから、多分そうなると思う。おっと、自己分析優秀員キャ。 陰キャの初めての喧嘩って、大体その戦闘スタイルだもんね。ちなみに僕もそうです。君、募金反対派なの募金反対派っていうか、人のお釣り勝手に募金反対派。何それ知りませんあなたが作りました現象です。募金箱を見ると、ほっとけなくなるよね。根はいいやつなんだろうね。 でも、お金ない人がしていい行為ではない。優しいだけじゃ人はダメなのだよ。来月絶対ちゃんと返すから。まず僕が思うに、ATM にもお金がない状態で人とご飯行くのはどうかな。絶対借りなきゃならなくなるじゃん。前から約束してたから楽しみで。じゃあお金残しとこうよ。ごめんな。昨日山下に10万円貸してって急に言われて貸したの。君には関係ないよな。ごめんな。山下になんか友達が困ってるんだって。俺や。山下から10万借りたの俺や。まさかの急展開。こいつが貸してくれてたん全部パチンコで使ってもうた。 なんかごめん。まあ人に貸したにしろ金ないのにご飯行くのはダメだろう。そうだよな。ちょっと期待しちゃってさ、こんなこと言うのもなんだけど、たまには奢ってもらえたりするかなと思っちゃって、俺たまに奢ったりしてるからさ。確かに、俺こいつに奢ったことない。3回に1回ぐらいはこいつおってくれてんのに、俺こいつにまだ1回も奢ったことない。 でも、奢ってもらう前提でご飯行くのはどうかと思うよ。ほんとそうだよな。ごめんな。俺今日誕生日だからなんか期待しちゃってさ。誕生日なんだよな、こいつ。俺、プレゼントも何もしてないもんな。こいつは毎年俺にプレゼントとご飯奢ってくれてるけど、俺こいつに何もしたことないねんな。覚えてはいるねんけどな、誕生日。今回も覚えててん。覚えてても毎年何もせえへんねんな。勝手に期待するのはおしつけがましいって。ごめんな。ごめんな、こっちこそ。なんかずっと素直になられへん。謝りたい気持ちでいっぱいやけど、なんか素直になられへん。 ATM にお金がないのはまあいいとして、財布にもお金ないなら最初に言っとくよな。ごめん。今日1万6000円持ってきてたはずなんだけど、どっかで落としちゃったみたいで。俺が抜いたからやな。こいつがトイレ行ってる間に、俺が財布から抜いたからやな。俺最低なんかもしれん。こいつこんないいやつやのに。人におごることを惜しまず、友達が困れば金を貸し、自分が金ない状態でも募金をし、友達に金取られてもお互いもせぬ。そういう人に私はなりたい。もう言い訳はいいわ。来月絶対倍にして返せよ。でも絶対なれない。こういう人に私は絶対なれない。 重力粉お制止しまして。すいません。はい、いらっしゃいませ。サングラスでっか。目切りと引き逃さないように。次の授業、水泳だね。着替えていこう。俺、水着忘れちゃってさ。え、そうなん今日はテストも終わって最後だから、授業じゃなくて自由に遊べるのに。そうなんだよな。こんな日に水着忘れるなんて最悪だわ。取りに帰りたいわ。それは無理だわ。どんまいだな。最悪だ。じゃあ、授業始めるぞ。え、なにこれ。どういうこと 僕以外みんな見学してるんやけども、今日僕一人で泳ぐってことそんなことってある今日は最後の授業だから自由に遊んでいいぞやったーとはならないんですよ、先生。一人だから、持てやますから。見学の人はプール入れないけど、ちゃんとレポート書くように。今日はレポートなしにしましょうよ、先生。何をレポート書くことがあるんですか僕が一時間プールで一人遊んでるのを見て、彼らは何を書けば正解なんですか誰の筆も走らないと思いますよ、先生。多分一文字も書けません。 ほんで、レポート書かれる身にもなってください。このだだっぴろいプールに一人泳がされ、26人のクラスメイトに一斉に見られ、レポートされる。未来の拷問か何かですか新しい拷問開発しようとしてます人によっては水の中で気を失いますよ。うん、毛病使おう。今ならお腹痛いとい言えば見学できそう。毛病で見学しよう。先生。じゃあ見学の理由聞いていくぞ。体調不良のやつは診断書がないとダメだからな。先生、毛病は大嫌いだから、診断書出さなきゃ腹殴るからな。はい、大問題教師。 時代と逆行しまくってる。ケビを使えなくなっちゃった。体調不良の人怪我してる人水着忘れた人全員水着忘れか。じゃあ腹殴らない。おい殴れよ。水着忘れたんやぞ。絶対腹殴れよ。先生。どうした川島なんで腹殴らないんですかえらいこと聞いてもうてる。 こいつが腹殴り問題教師やからって偉いこと聞いてもうた。腹殴ることを当たり前としてもうてもうた。先生、嘘が嫌いだからな。ベ病を使ったら腹殴るけど、水着忘れたくらいじゃ腹殴らないよ。納得の理由です。あと先生、授業中の死後は絶対許さんからな。見学中ちょっとでも喋ったやつは腹殴るぞ。やめてください先生。シーンとした中で泳がないといけなくなりますやん。せめて見学の人にはワイワイさせてください。じゃあ今日が最後の水泳の授業だからな。忘れられない思い出作れよ。忘れられない思い出はできそう。なーん。す two